おはようございます。日本一周の看板反応すっかり忘れてたよ。でかいの釣れた。無理だ、お腹空いてるもん。今日は10月1日で兵庫県の香美町っていうところに来てるんですけれど、香美町は兵庫県でも北部の方に位置するんで、要は日本海側ですね。だからどういうことかっていうと、海がいっぱいあるわけなんですよ。で、何も持たずに出発しちゃったん で今食料が何もないわけなんだよね。食料調達しないと今後の生命に関わるわけだよ。だからちょっとこれから海へ行って食料調達をしたいと思います。行ってきます。お、すごい、見て、長谷川って書いてある。わ、めっちゃ魚いる。ちょっともうここでいいんじゃないかな。さっきの魚見たら釣れるような気がしてきたね。やっと食事にありつけるわ。はあ、よかったよかった。はあ、よかった。そういえば俺の日本一周の YouTube の動画って投稿の時期がめっちゃずれてるから、今何月なんだとかよくわかんない人いると思うの。まだ投稿してなかった分があって、それのせいで今撮影してる映像が投稿されるのってめっちゃ後になると思うのね。ワクチンも2回受けてきて、僕は今とっても元気。ということで、まずは釣り道具の準備をしていきたいと思います。見て、ここにちょうどいいタモのスペースあったんだけど、ちょうどよくない？で、こいつを着とけばまあまあの確率で海に落ちても死にません。死ぬ時は死にます。10時ぐらいから釣り始めて今1時ぐらい、何も釣れん。喉もカラカラだし、本当に10月？さっきセミ鳴いてたしね。嫌味なくらい天気がいいわ。なかなか魚が釣れないので曲を作りまする。イエイイエイ。うわ、こんなとこに猫いる。うわ、めっちゃ可愛いんだけど。お前を生き餌にしてやろうか。見て、見える？めちゃくちゃイワシ泳いでるんだけど、ちょうどなんかここのラインにイワシがいっぱいいるような気がするんで、そこに沿ってルアーを通していきたいと思います。もう一昔前のギャルのストラップみたいにもうブワブワブワーっと行ってくるからね、楽しみにしといて。見て、これちょうど日陰になるとこ見つけた。なんか鳴いてる。暑くないよ全然。やばい、なんかでかいの釣れた。なんだなんだ。あ、やった、釣れた。やったやった、頑張ってよかった。日本一周再開してから3日目、3日間ずっと朝から晩まで釣りして全然釣れなかったけど、やっと釣れました。サゴシ、見てこの歯、すごくない？サワラの何センチだったっけかな、90センチぐらいに大きくなるとサワラっていう名前になるんだけど、それの子供、サゴシ。あ、ちょうど腕と比べてみよう。大きいよね。やった、今日の晩ご飯が潤うぞ。もうこのまま食ったろうかな。サゴシは足が速いんで、もう速攻血抜きをしたいと思います。フグが釣れた。まん丸になってる。ねえねえ、ちょっとこの石と石の間にすごいもん発見したんだけど、見て、映るかな、鶏肉がこの中に埋まってるんだわ。しかもその左にバカでかいカニいる。なんで鶏肉食べようとしてんのかな。これ味噌汁にしてえな。ジグヘッドに青い染めつけてちょっと穴の中に垂らしてみたいと思います。え、こっち来たけど、どうやって、どう、どう、いただいていいんですか？やった。何かねえや。あ、やった。あ、やった、ありがとうございます。
キス美味しいですよね。やったありがとうございます。いいよ終わりました簡単だもんな。鱗取って、そうですね、綿取って、とりあえず綿取っとけば長持ちしますもんね、うん、次の土地へ行ってきます。はい、ありがとうございます。美味しく食べさせてもらえないです、はい、キャンプ場に到着しました。さっき釣った魚さばいてあるんで、もうちゃちゃっと食べて、もうちゃちゃっと寝て、明日ベッと行きたいと思います。の前にちょっとご飯の前にどんな感じのテントになってるか見せてあげたいと思います。パッと見タープ泊みたいなんですけれど、じゃ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 ん、黄色オブザ黄色。別に黄色が好きってわけじゃなかったんだけど、テントが黄色だったから気づいたら同じ色で揃えてたよね。はい、これは以前北海道でぶっ飛ばされたやつですね。そして次にこれ焚き火セットですね。今回の日本一周再始動のために新しく用意しました。これで冬が来てもポカポカとキャンプができるというわけです。この真新しい感じがたまらんね。何でも切っちゃうぞ、何でも切っちゃうぞ、何でも切っちゃうぞ。そして最後にこれ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 、前の日本一周で全然使わなかったガソリンランタンをですね、今回からはちゃんと使いたいと思います。まあ車の紹介とかはなんか別の機会にやればいいかなと思ってるんで、今日は省きます。色がもうカスカスになってたからね、特に赤とか飛びがちなんだよ。塗り直しました。ソーラーパネルとかいい説明いらんよね、こんなんね。僕の動画でちょこちょこ映ってると思うんで勝手に見てって感じです。はい、ここに座ったらへこみました。いや、あとなんだろうな、なんかある。ああ、そうそう、魚か。魚なんだけど、もう絶対海の匂いがするの分かってるから、料理酒でガンガン漬け込んであります。あ、あとチャンネル登録してない人いたらチャンネル登録してください。She's with me. Look about my baby. Look about my baby. お腹空いた。飯にしよう。ちょっとまだそんなにお腹空いてないんで、キャンプ場の周辺を散策したいと思います。廃墟がある。さすがに入らないよ。草が生い茂ってる。自然の脅威を感じますあれ、すごい、見て、ほら見える？ピーマンがなってるよ。ピーマンのなる木がこんなとこにあるとは。すごいね。頑丈に頑丈にくぐられてる。いくよ、ほら、はい、ピーマンゲット。ね、見て、超いい景色じゃない。こんなとこで今日夜泊まれるっていうのも最高の気分だよね。あ、まあここはキャンプ場じゃなくてキャンプ場の外の道路なんだけどね。まあ、散策を続けていきたいと思います。あ、あった、こんなとこにあったよ。今日ちょうどね、じゃがいも食べたいなと思ってたんだよね。見てこれ、ほらすごい早口になっちゃった。見て見て見て、こんなところにじゃがいもが生えてる。ちょっと芽生えてるけど大丈夫かな。じゃがいもってこうやって木から生えるんだね、知らなかった。なんか土の塊落ちてるよ。ブーン、あ、すごい衝撃波でじゃがいもが自動的に落ちた。すごい、じゃがいもだ、やったと。いい感じに取っとこう。はい、じゃがいもゲット。ああ、喉が渇いてきちゃったよ。10月って言ってもさ、めちゃくちゃ夏なんだよね。どういうことだろう。ああ、喉渇いてる時ってもう通り越しちゃうと選べないよね。ペーペー、え、やった、見て、玉ねぎ出てきた、ラッキー。ホイル焼きだ、ホイル焼きだ。ああ、待って、やれやれ、困った玉ねぎだぜ。
今日釣った魚を焼いていきましょう。うん、他の魚も焼いていくね。釣り場の兄貴からいただいたキス、絶対うまいじゃん。すでに皮剥がれてるめちゃくちゃいい感じの火になってるわ。もう魚焼き専用じゃん。でも俺ピーマン焼いてきてるね。見てこれ、めちゃくちゃわんぱくな串物ができたんだけど。そしたら次にホイル焼きを作っていきたいと思います。穴が開いたら悲惨なんで、贅沢に2枚重ねしようと思います。で、さっき自販機で買った玉ねぎを使います。よく火が通るように切れ込みを入れておきます。オリーブちゃんをドバドバ、フェンネルという甘い香りのするスパイスをパラパラっとかけておきます。ガーリックパウダー、本当は本物のニンニクがいいです。誰にも合わないんでバカみたいにかけました。次に塩コショウ、次にじゃがいももクル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 、さっきと同じように。完成した食材はこの中にぶっ込んでいきます。ぶっ込んだ方が美味しく食べられます。もしぶっ込まなかったらずっと生のままです。玉ねぎは辛いです。絶対に炭の中に入れましょう。もういいんじゃないかな。焼けてなかったとしても無理だよ。もうお腹空いてるもん。いい感じに焼けてるわ。ピーマンは知らん、わからん。ちょっとサゴシ食べてみるわ。絶対うまいじゃん。それではいただきます。うまっ。全然臭くないし、わすごいな。サバよりもっと油がギュッと詰まった感じでめちゃくちゃ美味しいわ。プルンプルン、うん、まい。カワハギ裏はちょっとまあ焦がし醤油みたいな色になってます。醤油焦がしてないし、そもそも醤油かけてないのに不思議だね。あ、カワハギうまっ。なんだろうな、肉の歯ごたえがすごくあって、これね、キス結構しっかり焼いたから骨まで食べられる。ずっと噛んでられる。噛めば噛むほど味が出てくる。うまい。ごちそうさまでした。めっちゃ綺麗に食べれたんだけど、化石みたいになってる。ピーマンってね、中のね、あの白い種あるじゃん、あれにめちゃくちゃ栄養入ってんだって。だから食べてるわけじゃなくて、めんどくさいからもうこのまま食べてます。ホイル焼き完成したんで開けてみましょう。まずじゃがいもから。わあ、めちゃくちゃいい感じ。お箸で崩れるぐらい柔らかいわ。やばい、超うまい。玉ねぎ本来の甘さとフェンネルの甘さがいい感じに合わさって本当に美味しい。こんなに芋の味する芋ある？めちゃくちゃ芋の味。何この芋。キャンプって準備が大変だからさ、でもまあいざやってみるとね、めちゃくちゃ楽しいよね。やっぱり外で食べると美味しいし、さらに美味しく作ればより美味しくなるし、でさらに釣りなんかしちゃって自分で釣った魚をすぐこうやって調理して食べるなんてもう最高だよね。ぜひやったことない人いたらやってみてほしいなって思うんだけど、日本一周のペースを少しずつ取り戻してきた感じはあるかな。まあいつものマイペースにのんびりと日本一周しようかなって思ってます。ね、今日一日の感想、そんなんな顔で分かれ。